プッシュー、アプッシュー、ハマってんだ。炭酸水開けた時の音真似ハマってんだ。はい、炭酸水開けた時の音真似ハマってんだ。違う、あんた知らないのこれ。ねねねね、あの若子酒っていう漫画があって、その漫画の主人公の女の子がお酒飲んだ時にプッシューっていうの。知らなかった、ごめんごめん、もう勉強不足ごめんごめん、知らなかった知らないでもいいかなとも思ってたうん、あ、そう、うん、うん、ごめんごめんごめん、うん、え、ねえ、聞いた、何が、あつこ、あきこ、あつこ、あつこ、うんうんうん、え、あつこが彼氏と別れた話って聞いた。あ、別れたんだえ、なんで別れた、なん、知らん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 、え、私も分かんなくて、なんか知ってるかなと思って聞いたんだけど。あつこが別れたか。いや、それ別れてないね。え、あ、そうなの。あんたバカだね、相変わらず。私バカだ、それ別れてない。うん。うん、え、嘘嘘。あつこ的には、もうほら何、何、うん、その、なんかこう勢いづいて、なんか別れるみたいな意味で、別れたみたいな言い方しちゃっただけで、これね、別れてない。え、あ、なるほど、なるほど。うん。でもね、インスタのストーリーにはもう、今まで応援ありがとうございましたとか言ってるよ。ん？そんな解散した時の芸人みたいな？うん、なんか二人を見守ってくれてありがとうございましたって言ってる。そんな解散した時の芸人みたいな？うん。うん。じゃあ別れてるか。別れてるか。うん、別れてるか。じゃあ、でも見てこれ。え、なんか、なんかでも、彼氏との写真とかもなんかインスタ載っけてるね。あ、ほら、別れてないんだ。やっぱ私の勘当たってるよ、それ多分。あ、ビリビリに破いてる写真だった。ああ。じゃあ別れてるね。え？ん？なんかさ、これさ、うん。何このブレスレットみたいな。あ、ほら、別れてないんだ。やっぱ忘れられずブレスレットずっとつけてるってことは結局別れてないんじゃない、それ。あ、新しい人できてんだ。あ。新しい人、これ、ちょっと待って、新しい人できてる、あつこ。え、あつこさ、これ。はや、え、別れたばっかなんでしょ、だって。うん。え、だってさ、もうお揃いのブレスレットしてさ、これ、え、ねえ、これさ、絶対被ってるよね。これは被ってんじゃない？だって、え、別れたって聞いたのがいつよ、それ。え、別れたのが1週間前とかだよ。え、ビリビリ破ったっていうのは？ビリビリ破ったのは投稿だから3日前とか。え？え、ね、これ被ってる。これはか、それはやっちゃってるね、多分ね。やってるね。うん。でも私、そういうタイプじゃないと思う、あつこは。これ多分、まだ、二股かけてるかも。え、嘘。元カノ、うん、元彼とも別れてないってこと？フェイク。え、嘘。怪しい。え、女の勘。嘘。これ多分、これまだ、やってる、アツコ。あ、そうなんだ。やってる。あ、ブレスレットお兄ちゃんとおそろだって。あ、そう。ああ。フェイクなんじゃない？それも、お兄ちゃんって言っとけば、こう、なんか波風立たないから、そういうふうにしてるだけだよ、絶対。匂わせ、匂わせ。あ、家族写真載ってるわ。あ、家族全員でブレスレットやってんだ。ああ。お父さんが立教の上でブレスレット売ってるんだ。たまにいる。お父さん、あの、原宿の、たまにいるような、あの変な路上、あ、いや、あれやってんだ。シルバーアクセサリーショップらしい。あっす。あ、そうなんだ。あ、それで家族全員にくれたんだ。あ、そう。へぇ。ねえ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 。
うん、私今いい人いるんだ。え、マジ？よかったじゃん。おう、え、なんか、うんうん、IT 系の社長さん。え、もう一回 IT 系の社長さんらしいんだけど。社長さん？おう、でも一つ悩みがあって、おう、毎回ご飯食べに行こうって言われるたびに別の女の子とかもいたりとかするの。え、チャレー、付き合っ、そう、付き合ってないか。付き合ってない。どうも。怪しい。怪しい？やっぱそうか。そりゃ怪しいよ。だって他の女とかもはべらしてるんじゃないの？それ。え、なんか別の女の子とか、あと別の男とかと、ようみたいな。じゃない。嘘。彼女いるよ。彼女はいないと思うよ。いや、普通にいる。え、なんで？だって社長でそんな風な夜飲み方する人はいます。え、なんで？もうこれはでも女の勘っていうよりも統計学。統計学。うん、だから、うん、外してもしょうがないっていう意味も込めてる。なんか保険貼ってない？買ってない。あ、いいよ。だからもう私はもうだからもう間違い直感。もうその男怪しい。もうやめといた方がいい。もう詐欺師。もうあんたが今パッてテレビつけたらもう詐欺のニュースその人出てる。そのレベル。今テレビって普通に出てるよ。え、今セブンルール出てた。え、男史上初の？うん、セブンルール出てる。セブンルールってあれ女性だけだよね。うん、メンズセブンルール。メンズセブンルール出てんの？メンズセブンルール出てる。怪しいかな。うん。関係ない。そのセブンルール出てる立派っぽいみたいな、ふぶってる人は結局浮気とかしてるってニュースもあるんだから、多分それめちゃくちゃ怪しいよ。変なことしてる。間違いない。女の勘がそう言わせる。うん、いつも一緒に飲んでる女の子と男の子は地元の友達なんだけど。え？あのなんかチャラい感じとかじゃなく？なんか地元の友達会わせたいんだって言われる。怪しくない。怪しくない。任せて。もうあんた本命。本当？あんたが本命で、もうこれからあなたはもう社長夫人、幸せな未来が見える。嘘。これ私の女の勘ついに当たるやつ。嬉しい、ありがとう。ねえねえ、その人から買ったさ、パソコン1台もらってくんない？その人がなんかパソコン3台、本当に安いの、80万円だよ。3台で80万ってなくない？で、私3台いらないって言ったけど、3台で買おうが安いんだって。1台30万だけど、3台だったら80万なんだって。だからさ、1台いらない？その買う時の話に地元の友達もいつも入ってくる？入ってくるよ。うん、俺らも買ったっていつも後ろから言ってる。詐欺師。1台あげる。騙されてる。ううん、騙されてないよ。騙されてる。お願い。これは女の勘でも何でもない。事実。騙されてる。気づいて。目を覚まして。だって会ったのも Tinder だよ。うん、怪しい。もちろん怪しい。会ったのが Tinder っていうのは怪しい。Tinder だよって自慢げに言われても困る。怪しい。怪しい。インスタとかもあるよ。え？インスタとかもあるよ。そういう人インスタやってます。怪しいです。お父さんなんかダイヤモンドの工場を建ててるらしいよ。うん、もう怪しすぎて逆によくわかりません。縁切ってください。お願いです。わかった。そんなに言うならそうする。ああ、よかった。ああ、一人の友達を私は救った。毎回女の勘を外すけど、友達は救ったんだ。うん、危ない。よかったよかった。また今度じゃあ2人でほらお酒でも飲み行こう。それでいいじゃん。もう席入れちゃったんだけど、離婚した方がいいかな。
一回直接会って詳しく話そう。うん。こっちは苦手。はい。いやー。私が逆張りして彼女を幸せにすればいいのかな。